藤井本幸は、日本の政治家、薬剤師、自由民主党所属の参議院議員、文部科学副大臣、岡山県岡山市生まれ、現在は神奈川県在住、岡山大学教育学部附属中学校、岡山三沢山高等学校、東京大学薬学部卒業、1969年、厚生省に薬刑技官として入省。 役務局麻薬課長等の役職を歴任した。2001年に退官。同年、第19回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、比例区から出馬し、初当選。2002年には、例外的に夫婦の別姓を実現させる会に参加。2004年、厚生労働大臣政務官に就任。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、 16万票余りの票を獲得するも落選。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に再度、自民党公認で比例区から出馬し、当選、3年ぶりに国政に復帰した。2013年8月7日、参議院原子力問題特別委員長に就任。2014年9月3日、第2次安倍改造内閣で文部科学副大臣に就任。 2016年の第24回参議院議員通常選挙に自民党公認で比例区から出馬し3回目の当選。2020年改選を迎える2022年の第26回参議院議員通常選挙に立候補しない意向を固め、同年2月に日本薬剤師連盟は藤井の後継候補として神谷正幸を選出した。日本薬剤師会 日本薬剤師連盟の指示を受けている。ありがとうございます。